こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。こんにちは、住宅支援機構の関口です。関口さん、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。で、今日関口さんに来ていただいたということは、もうやはり暑さ寒さ、この銅高騰する電気代、こういったものがですね、今のやっぱり気になるところで、まあ、ガラスコーティングご紹介させていただいてるんですが、実はニュースを見ていると最近ちょっと驚くような内容があった。電気代ってこれ関口さん、めちゃくちゃ上がってませんか？先日あのニュースで発表されたと思いますけれども、すごく電気代上がるって言われてますので、これぜひお伝えしたいんですよね。ということで、今日は実は関口さんとその話になったので、じゃあちょっとそれ資料作ってご紹介、できますかということで、今日の内容となってます。どうぞ。そうそう、これなんですよ。これもう見た方もいらっしゃるんじゃないですか、耳にしてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これ NHK ニュースですけれども、この電気料金値上げ認可、って今でもなんかちょっと電気代高いよねっていう話があったんですが、関口さん、これちょっと驚きのニュース、数字ちょっとご紹介いただけますか？はい、特にですね、この中で一番上がるのは北陸電力が 39.5、 約4割も上がってしまってるというところですよね。これ本当恐ろしくないですか？いや、これ今のそのうちの電気代見た時に本当にこれ目を疑うような、この値上げ幅、さらにこういった、試算どんな感じになっていくんでしょうか。こちらが経済産業省が試算されている1ヶ月、仮に400キロワット、これ多分うち400キロじゃないし、季節によっても違う、まあ一般的に仮にですけれども、400キロワット使っている、この倍だよ、800キロワット使っている、この月によっても寒い時と夏といろいろあると思うんですが、まずは11月、極端に寒いわけじゃなくて極端に暑いわけでもない、そういった、まあ、秋ちょっと過ぎたぐらいであれば、例えば東京であれば400キロワットで 14,444 円、これが2022年11月と、でこれが 14% 値上がりして 16,652 円。いやいや、うちそもそも1ヶ月 14,000 じゃないよ。関口さん、400キロワットいくつぐらい使われてるんですか？ちなみに戸建て、私 の, あの自宅、あのオール電化住宅で、あの電化常時という契約プランなんですけども、少ない月で800キロワットアワーなんですね。少ない月で800キロってことは、これ400キロ倍、っていう風になってきますので、これが例えば仮に東京電力だった場合に約2000円の倍、4000円毎月、なんか税金がこれ上がったらすごく問題になるんですけど、電気代っていう風になると、もうこれはちょっとなんか、想像できなくなりますよね。そうなんですよ。で、あの使ってない月はだいたい800キロ、冬多い時は実はなんとですね、1600キロも使ってます。これ4倍なんですよ。いや、なんかうちも1万4000で収まってるわけもなく、この4倍という形になると、まあ月に8000、2000×4、 8000円は必ず同じ使い方だと上がってしまう。これどうしたらいいんでしょうかね？はい、この対策をぜひお伝えしたいと思います。こちらが一般住宅で使用する電気代の割合なんですけど、内訳としてはこの空調 58%、 青の部分ですが、約6割が実は一般の家で使われている電気使用量のこのエアコンであったり、この暖房、クーラー、これが電気代のこの大きなポイントになってくるんですね、関口さん。はい、この空調 58% 占めてる家というのは、ちょっと古い住宅ですね。窓ガラスが1枚の時代の住宅なんですけれども、これだけ空調の電気代、約6割占めてますので、ここをターゲットにして電気代削減を考えることが大事です。そうすると何をしたらいいのか。こちらが空調の電気代を下げる対策。この熱がですね、逃げていく。この冬が寒い、夏が暑い、入ってくる、これ全部窓ガラス、この断熱性能を上げることが、これこそやっぱり一丁目一番地、関口さん、もうこれ全体の大きなポイントですよね。はい、ちょっと皆さんこうイメージしていただきたいんですけれども、窓の近くは夏暑いですよね。窓の近く冬は寒いですよね。それに対して隣に壁があると思います。窓の隣に壁があると思います。夏日が入ってこないから暑くないですよね。
冬も寒くないですよね。やっぱり体感的に窓ガラスが暑い、窓ガラスが寒い、ここがターゲットになってきます。ということで、何をした方がいいのかということなんですけれども、ということで、何をすればいいのかということで、関口さんと私の方で過去の動画でもお伝えさせていただいているように、もちろんエコ窓、こういった形でつけてもいいんですが、やはり皆さん費用面でなかなか難しい。補助金、使おうと思っても補助金も今その補助率も変わってくるであるならば、もっと手軽に、だってエコ窓というのはダブルアクションも実は気になってたの。要は開けて開けるんでしょ、それ嫌だ。さらに小さい窓もあるし、トイレの窓もあるし、こういった小窓は結局できないわけですよね。費用の面、そして、アクションの面、そして濡れる箇所、家全体をやはり断熱しないと。お風呂丸ごと断熱っていうわけじゃないですか。だったら家丸ごと断熱するためには全部の窓を塗りたいですよね。ということでガラスコーティング、関口さん、こちら今日キットを、お持ちなんですよね。はい、これですね、窓ガラスに こっちが塗ってありますね。ちょっとブルーになってると思います。こっちが透明なんですけれども、これ3ミリのガラスにコーティングをかけてます。はい、でこちらがですね、ガラスの性能を測ることができる機械です。上から紫外線カット率、 UV カット率、赤が赤外線カット率、緑が可視光線透過率、白が日射熱取得率、4つ測ることができます。ここに窓ガラスを挟むと性能が測れます。まず塗ってない部分ですね、紫外線カット率が 27.9、 赤外線カット率が28ですね。ここにコーティングをかけると数字が動きます。はい、なんと紫外線カット率、 UV カット率が 99%、 赤外線カット率が 94%、 窓ガラスの断熱性能が高い低いの評価は、赤の赤外線カット率が大きいと性能が高いということです。山田さん、こんな結果になるんですね。いや、この赤外線をカットすることだから、まあ実際に窓だからそういった熱が入ってくる、熱が逃げるということなんですけど、ここをカットすることによって窓の方で熱が逃げたり熱が入ってこない、そういうことで理解いいんですよね。おっしゃる通りです。まさに手軽に内窓をつけずに、そして高騰する電気代対策、何しようと思っている方、ぜひこの窓ガラス、コーティング、ちょっとこれ気になるんだけど、何を一番まあしたらいいのかな。それから工務店なんだけれども、こういった内容どうすれば、そのリフォームできるの。瀬口さん、これ一番最初、一丁目一番地としては何がいいんですか。一本目ですかね。一丁目一番、そうですね。まずはその概要欄から問い合わせいただければと思うんですけど、とにかく手軽に工事も始めることができます。研修体制もきちんとできてますので、すぐスタートできるような受け入れ体制できてますので、ぜひですね、お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、まずは施工チームを作るということがスタートになりますんで、この動画見ている方、私まだユーザーなの、その方はですね、今度7月19日、7月20日、リフォーム産業フェア東京ビッグサイト2023、こちらの方でぜひ、続々と私も行く、私もっていう形来てます。山さんとぜひ会っていただいて、セミナーにも登壇しますんで、こちら私と関口さん、他の仲間で皆さんをお待ちしております。ぜひあのキット、太陽光に見立てたランプを当てて、あれ全然熱くない、そうまさにその体感ができるのが東京ビッグサイト日本産業フェアになっています。ということで最後に一言、関口さんいただけますか。はい、もうとにかく簡単に手軽にですね、塗るだけで窓ガラスの断熱性能が上がりますので、本当にお客様に、ローコストで喜んでいただけますので、ぜひですね、お仲間になっていただければと思います。はい、ぜひユーザーの方は工務店さんにシェアください。そして工務店さん、うちやりたい、私もやりたい、手を挙げていただいて、こちらも同じくリフォーム産業フェア、皆さんよくご存知ですよね、こちらの方に集合していただく、もしくはもうすぐやりたいよという方も、こちら研修体制整っておりますので、申し込みは説明欄の方に貼ってますので、こちらの方にいただければと思います。ということでまた関口さんとお届けしたいと思います。いきますよ関口さん、例のポーズです。せーの、必ずできる、塗れる、待ってます。ありがとうございました。